マージャン格闘クラブ投票選抜戦日本プロマージャン連盟投票選抜戦はアーケード版マージャン格闘クラブにおいて最も対戦したいプロジャン氏にゲーム機場で投票するイベントである。2012年2月幕張メッセで行われた青アミューズメントエキスポにおいてマージャン格闘クラブ10周年の特別企画として開催が発表されたもので、 同年4月23日から6月18日に第1回が開催された。好評だったため、その後もバージョンごとに1回行われている。各回の詳細なルールは開催年度のリンクを参照。投票選抜戦2019におけるサポーターランクと必要な投票数及び得点は以下の通り。前述の通りマージャン格闘クラブ10周年の 特別企画として、2012年4月23日から6月18日、ウルティメイトバージョン絆の章にて開催。2013年7月22日から9月29日、ネクストにて開催。50音順で掲載。詳細はリンクを参照。男性部門女性部門2014年9月5日から11月9日、いただきの陣にて開催。 2015年9月1日から10月18日、彩りの花にて開催。2016年7月4日から8月11日、ゼロにて開催。2017年8月8日から10月2日、豪華県来にて開催。2019年3月11日から5月12日、グランドマスターにて開催。2020年8月3日から10月4日、疾風にて開催。 ありがとうございます。